はい、では行きましょう。三平方の定理と証明ですね。前回の動画で三平方の定理をね、ここから学んでいくよっていうことでね、全体像を確認したんですけれども、ここからは一つ一つのね、個別的な問題を、詳しく見ていこうというところです。で、その中でも今回はですね、三平方の定理の証明問題ですね。なんで三平方の定理が言えるんやっていうのを一緒に確認していこうと思います。でね、前回のまとめ動画でもずーっと言ってたんが、この三平方の定理って何やっていうと、直角三角形における、ね、この各辺の長さの関係を表した公式なんですね。ここが直角の時にね、この向かい合う辺をこれ斜辺、斜めの辺、斜辺って言うんですけれども、そんな斜辺、一番長い辺なんですね。そんな一番長い辺、斜辺の2乗は、他の2辺、の2乗を足し算はですね、2乗の和に等しくなるよと、これの2乗イコールこれの2乗足すこれの2乗になるんだよと、ね、それが三平方の定理なんですね。で、それがどうしたと、ね、それが分かればこういう風にね、ここが直角で、そしてここの長さが3でここの長さが1やったら、わざわざここの長さをね、頑張って測らなくても計算で出すことができるんでしたね。ここの長さを x ね、まあ別に C でも A でも B でも何でもいいんですけれども、X とすると。そしたらこの斜辺、斜めの辺の2乗は、他の辺の2乗の和足し算に等しいんだよと。つまり、これの2乗足すこれの2乗になるんだよ。っていうのを勉強するんですね。で、これを計算していくと、X の2乗イコール3の2乗は9、1の2乗は1なんで、9足す1で10になります。ね。で、ここからね、そのままやれば、X はどうなるかっていうと、2乗して10になる数やと。そんなもんないんでね、ルートがつくんですけれども、忘れたらいけないのはプラマイルート10なんですね。ただ、辺の長さなんで、マイナスルート10っていうのはありえないと。ね。だから、回答に書くときはしっかりここで X はね、辺の長さだから正だよ。大なり0だよと。なので、X イコールルート10と。まあ、こうするのが一般的に多い流れかと思います。OK でしょうか。これが三平方の定理の使い方なんですね。で、今回やるのは、なんでこんなことが言えるのと、ね。どうしてこれが成り立つって言えるのかと、証明してごらんよ。っていう問題がね、テストにたまに出てくるんですね。特に定期テストで。なんか一見ややこしそうやからこんなテスト出えへんやろって思いたくなるんですけれども、意外と結構出たりするんでね。その証明の仕方っていうのをしっかり押さえておきましょう。で、まあ多分三平方の定理これを証明せよっていうそれだけの問題ってないと思うんです。だいたいこういうふうにヒントを与えられてるとは思うんですけれども、もしね、万が一これだけね、式与えられてこれを証明せよ、ね、こういうヒントも図形も何もなしで言われた場合、これを思い出せたらいいですよね。やはり正方形を使って、図的に証明するとね、もし万が一全くノーヒントで証明しろって言われても、これを思い出してください。正方形を使って図的に証明するとね、そしたら思い出しやすくなるんじゃないかと思います。じゃあ実際ね、正方形を使って図的に証明っていうのは具体的にどうやんねんっていうと、2つの、図の書き方がね、まあ有名というかね、よく使われますんでね、これそれぞれについて見ていきましょう。ではまずカッコ1ですね。カッコ1はどういう風な図の作り方をするかっていうと、まずはじめにこういう風に直角三角形があって、そしてここの長さを A、ここの長さを B、ここの長さを C ってするんですけれども、このカッコ1はどういう図の作り方をするかっていうと、ここでね、こういう風に正方形を作るよと。そしてね、これと同じ形をね、こういう風にやっていくと、ね、うまいこと正方形ができるんだよと。ね。それでこういう風な正方形を作るんですね。長さの関係はこうなっていると。ここ A、B、C でね。A、B、C ですね。で、A、B、C と。こういう風にうまいことできていると。で、これを使ってどう証明すんねんって言うとですね。方針としては、この真ん中の正方形。ここですね。C に囲まれたこの正方形の部分を、まあ、仮に Z としましょうと。そしてこのでっかい大きい部分ですね。このでっかい部分を、大きい部分を X としましょうとね。部分に名前を付けるならば。で、この三角形4つの集まりをこれを Y としましょうとね。そしたら、この真ん中の正方形 Z は、大きい正方形 X、これですね。X から、この周りの三角形4つ、Y を4つ引いた分っていう風な見方ができますよね。
ね、この真ん中の部分は大きいのから三角形4つ分を引いたもんじゃないかと。でそれを式にしたら、なんとね、うまいことこの C2 乗イコール A2 乗足す B2 乗が出てくるっていう流れなんですね。じゃあ実際試しに見ていきましょう。まずこの Z、これは正方形なんですけれども、ここの長さが C、ここの長さも C なんで、当然 Z の面積っていうのは C の2乗ですね。 C×C です。大きい部分 X はどうなるかっていうと、これも正方形ですね。この一辺が A 足す Bの正方形、当然こっちも A 足す B なんで、この X の面積は A 足す B かけ A 足す B、 つまり A 足す B の2乗ですよね。でその次 AY、 この三角形は4つ分なんですけれども、ここの長さが B、 底辺が B、 高さが A っていう風に見ることができますよね。だから底辺かける高さ割る2かける2分の1が4つ分これが三角形の面積ですね。でこれ4つ分です。4人前っていうことですね。 1,2,3,4 のを引き算したら、この Z の面積になるじゃないかと。こういう式が出るんですね。そしてここは乗法公式で展開すると。A 足す B の2乗は A2 乗プラス 2AB プラス B2 乗と。で、こっち側ですね。B かけ A かけ2分の1かける4っていうのは約分したら2なんで、これが、マイナスの 2AB になるよと。っていうことですね。じゃあ、あとはここの計算をすれば、2AB とマイナス 2AB が消えて、残るのは A2 乗と B2 乗になる。つまり C2 乗イコール A2 乗プラス B2 乗が言える。という流れなんですね。それがカッコ1の方のやり方です。その次、カッコ2はですね、これはどういう風な形を作っているかっていうと、まあ、直角三角形がね、また初めにあるんですけれども、この時は、まあ、いろんな見方はありますけれども、まあ、こう見ましょうか、じゃあ。よいしょ。ここにね、直角、ちょっとごめんなさい、だいぶ下手やね。ここが C でね、ここが A ですかね。で、こっちが B にすると。で、ここからどういう風に正方形を作るかっていうと、またね、ここに、こんな感じで、作るんですね。こんな感じで。ここが C で、ここが A で、ここが B でと。で、そういう風にして4つやっていけば、こんな形が出来上がる。っていうことですね。で、これも似たような考え方です。どうやるかっていうと、この大きい部分の面積を次は X、ね、さっきもまあ大きい部分を X でしたんですけど、この大きい部分を X として、そしてこの真ん中の正方形を Z として、周りの4つの三角形を、まあ先ほどとね、似たような感じで Y にすると。そしたら今回、まあさっきみたいに考えてもいいんですけれども、この大きい部分の X は、周りの三角形は4つ分と、そして真ん中の三角形 Z を足したものって言えますよね。まあ、さっきみたいに引き算の形表しても当然いいんですよ。Z イコールにしてもいいんですよ。いろんなやり方をしとこうと思って、こういうやり方してます。もちろんさっきみたいにね、Z イコール大きい X 引く Y でももちろん大丈夫ですね。いろんなやり方を紹介しとこうということで、こういうやり方をしてます。で、この X っていうのはでっかい X は、今回はここの長さが C なんですね。で、やっぱり C の2乗になると。で、この三角形 Y、まあ、1個あたりどうなるかっていうと、ここの長さが、これが A ですね。で、ここの長さが B だと。だから A かけ B、底辺 A かけ高さ B かけ2分の1が4人前ですね。これが三角形で、これが4人前。4つ分あるよっていうことです。これが Y の面積ですね。ごめんなさい。そして Z の面積は、この一辺がどうなるかっていうと、ここの長さが B、そしてここの長さは何ぼですか？ここの長さは、ね、ここが B で、ここが A なんですね。だから、ここが B で、ここが A やねんから、ここの長さは B-A になりますよね。つまり Z の一辺は B-A の正方形っていうことがわかるんですね。だから、この面積、X の面積、つまり C の2乗は、この Y4 つ分、A×B×2 分の1の4、プラス、この Z の正方形の面積、つまり B-A の2乗になるんですね。あとはこれをね、先ほどと同じように展開して計算すれば、B-A の2乗は乗法公式で B2 乗マイナス 2AB プラス B2 乗やと。これ先ほどと同じように約分すれば 2AB になると。で、計算すれば C2 乗イコール A2 乗足す B2 乗になる。っていう流れですね。はい、ということで、ここでは三平方の定理と証明についてやりました。ね、三平方の定理っていうのはこういうね、直角三角形の長さの公式だよと。で、ここで勉強したのはこれを使って計算しようっていうことじゃなくて、なんでこれが言えんのっていうことを勉強したんですね。だもし定期テストでこれを証明しろって言われたらね、図与えられてたら楽ちんです。もうね、こういうふうに面積
の和とかね、引き算とかそういう考え方で、うまいことを表していくっていうこの方法に慣れてください。でもしもね、全くノーヒントでこれを証明しろって言われた場合はね、この正方形を使って図的に証明するんだということを覚えさえすればこういう図は書けると思いますんでね、証明も可能かと思います。あとはね、自分でもノーヒントでできるように類題を見つけてしっかり練習しておきましょう。